やってきました、とんかつ初富。とんかつ食べてきます。明太とんかつ初富。はい、店内行ってきます。お、初富さんはね、東西横綱黒豚玄豚、はい、ロースカツ定食、ヒレカツ定食ね、極上ヒレカツ定食っていうのもあるね。あとはロースやらかとんかつ、ミルフィーユとんかつ、お、メガセットっていうのもあるね。 310g、 めっちゃいいじゃんこれ。厚切りリブロースカツ定食、お、これもいいな。はい、エビフライがあって、メンチカツもあってね、トンテキもあります。まあ、大体いつもね、私はトンテキを食べます。カツ鍋、ロースカツカレー、味噌カツ、おろしカツでしょ。まあ今季節限定でね、ほら、カキフライもやってます。はい、そんな感じ。じゃあ、店内入ってきましたけどね、こちらのお店は千切りキャベツ、10個前、100枚、味噌汁、すべてね、おかわり自由になってますからね、かなりお得で良心的でございます。さあ、何にしようかな。ではね、メガセットも気になるけど、これ行こう。厚切りリブロースカツ定食と、あとは確認させていただきます。厚切りリブロースカツ定食を1つ、鶏の唐揚げを1つ、一品で牡蠣が2つ、はい、白米が1つ、はい、以上で、はい、はい、ありがとうございます。当店のおかわりコーナーご利用なさったことはございますか？はい、あります。大丈夫です。あ、はい、おかわり全部できるんですよ、ね。そうですね、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。一応あの、はい、おかわりコーナーご利用の際には、はい、マスク着用にてお願いいたします。はい、わ、はい、かりました、ありがとうございます。痩せました？痩せましたよ。そうですよね、はい、ものすごい痩せたよね。はい、そうです。はい、今痩せてます。はい、じゃあ少々お待ちください。はい、ありがとうございます。勝富さんもね、メニューが豊富だからね、今パッパッパと選んだけど悩みますね、本当に。厚切りリブロースカツ美味しそうだよね。まあ税込み1958円、まあやや高めかもしれないですけどね、せっかくなんで美味しいもの食べたいですよね。単品メニューね、いろいろ頼めるので、その中から唐揚げをね、単品で3個入りで300円、税込み330円です。まあ、あとはね、これカキフライ、一品カキフライっていうのね、480円、これ倍にして頼みました。ご飯も味噌汁もキャベツも全部おかわり自由なんで、まあ、定食2つにするのがやめました。はい、来たよ来たよ。はい、こちらが厚切りリブロースカツ、美味しそうでしょう。そしてこちらがカキフライ、はい、あとはこちら単品の唐揚げ、はい、あとは漬物と小鉢、はい、味噌汁です。はい、それではいただきます。見てこのご飯、ほらすごいでしょこれ、昔話盛り。はい、味噌汁からね。うん、勝富さんの味噌汁美味しいね。何から食べようかな。カキフライからタルタルたっぷりで食べます。カキフライ美味しい。ごまするの忘れてた。まあいいか、あんまりすらなくても大丈夫です。そこに入ってるとんかつソースね、そのままたっぷり3杯、からしたっぷり混ぜちゃいます。このリブロースとんかつね、真ん中の一番美味しそうな部分から食べます。うまそう。うん、まあこれね、1枚 250g っていうだけあってね、本当に厚切り、一口がでかい。キャベツのね、ドレッシングは青じそとオニオンフレンチ、はい、オニオンフレンチで、これだけいっぱいあるとね、ご飯もキャベツも味噌汁もいっぱいできないね。
ャベツ、はい、とんかつ、とんかつ柔らかくて美味しいね。さすが厚切りリブロースとんかつ、本当に美味しい。これさあ、かきうどん、ソース、ぐらいね、タルタルもたっぷりついてます。うん、このかきフライはね、結構大ぶりだけど一口でね、バクッと食べた方がね、味わいあって美味しい。ソース、一口でうまい。はい、小鉢いただきます。はい、続きましてこれ、唐揚げね、柔らかくて美味しい。まあ、ソースがなくてもね、味がしっかりしてる。でもソースつけちゃう。うん、さあ、とんかつ、はい、漬物、これはね、梅ザーサイ、めっちゃうまいやつ。うん、うまい、うまいうまい。さあ、とんかつね、本当にでかいな、ボリュームがすごい。これあれか、これが、ここがね、一番脂が多いとこね。最後だとこれきついんで、先に食べます。あ、お腹いっぱい。あとは、ロースカツ一枚と、唐揚げ。で、ラスト、厚切りリブロース。最後の一個がね、なかなかきついです。この厚切りリブロースカツ、めちゃくちゃうまいよ。うん、美味しかった。完食。うわ、まあね、油だったんでね、結構もたれます。最後はお茶で整えます。うわ、美味しかったね。はい、ごちそうさまでした。ということで、今日もお腹いっぱい食べました。今日は久々にね、カツトミさんに来てみましたけどね、いつもはね、トンテキを注文しますけど、今日はね、たまには違うのを食べてみようと思ってやってきました。今日はね、会計結構いってると思います。あれ、そうでもない、あれ、こんなもんか。まあ4000ぐらいいってるかなと思ったんですけど、3344円でした。ということでね、本日は静岡県掛川市にありますね、明大とんかつ、勝富さんからでした。